ご覧になっているのが2年前のあたご柿ですね。干し柿のあたご柿、これ冷凍しております。まあこれを今ちょっと軽く解凍してちょっと柔らかくなってるんですけど、ここにねこの柚子の砂糖漬けですね。まああの市販のなんか柚子茶とかね、そんなんでも使えるかもしれないんですけど、まあぜひ使ってください。これほんまにうまいんで、あとあの各種、干し柿の作り方はですね、過去動画、再生画面下の説明欄にリンク貼ってますんで、そっちを見てください。で、出来上がりこんな感じっていうことで、以前食べ比べした時に干し柿、はい、冷蔵保存してあったやつなんですけど、まあだいたい2週間ぐらい経ってんのかな。もう経ってん ね、はいはい。まあこんな感じになるっていうことで、まあ見た目ね全然わからないんですけど、切らないわからない、はい。でまあ、とりあえずよっちゃん作っていきましょうか、はいはい。うわーすごいな、これね2年前やから、あ、だいぶもう解凍できてます ね、すごいですね。まあね、ほんとあのだいたい多分これね 400g ぐらいありそうですね。そうやね、その干す前で、はい、ね、でこちらの、はい、あたご柿の干し柿ですね、はい、まずあの食べれない部分なんかをちょっとこう切り取っていきます。ほんとね簡単なんで、もう皆さんぜひ試してみてください。すごいね。で種を取りますね、うん、この上のあたりちょっと取ろうか、硬くなってる、ここ。なるほど。ヘタのとこ。はい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 。まあ食べれない部分なんかは皆さんで判断して。すごい。取り除いてください。で骨は、あ骨ちゃう、骨やって魚開いてるみたいな思った。今種です。種ですね。大きな種ですよね。あたごがきね。もう種ないかな。種がまあまあ多かったんですけど、柚子を砂糖漬けにしたものですね。そうそうそう。はい。じゃあ加熱してないやつですよ。あ加熱、はい、非加熱。はい。そうね。砂糖につけてある。レシピ後で。あ、そうですね、はい、適量取りまして、はい、そうです、こうやってで、はい、あキュッ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 、おお、巻いていくわけですね、巻いていく、ものすごく分厚い、ちょっと太巻きみたいな、太巻きやね、ね、恵方巻きじゃないですけど、ね、これすごいですね、はあ、この中、間に、お、出てきてる、なるほどなるほど、はい、これだけ見ると何の料理か全く想像がつかないですね。はい、べちゃとなります。べちゃべちゃになって。で、ラップでくるんで、はい。まあ、これだから保存ですね。まあ、食べる方はこのままあの、ね、切って薄切りにして切ったりとか、そうやね。して召し上がっていいと思うんですけど、まあ、僕ら一応ちょっと保存の方法もご紹介しておきます。まあ、あこれでまあ形をこう整えるっていう、雨ちゃん術して、そうですね、はい、意味もあるかもしれないです。はい、ね、そうそうそう、ものすごい。これは西条柿の干し柿で作った、そう、巻き柿。巻き柿ですね。はい、まあ、味としては、甘い干し柿の中に、はい、柚子の酸味と苦味と、そう、ちょっとまた別次元のね、甘みがこう入って、非常にこう、絵も言われる。種がちょっと入ってます。はい、あの、美味しさがありますんで、はい、今回は柚子の砂糖漬け、うん、入れたんですけど、チーズ入れるとか、チーズあの、ね、できるだけ塩辛いチーズがいいらしいですけども、はい、なんかまあ中に入れるもんちょっといろいろ試してみても、ね、ね、新しい干し柿の、はい、面白いですね、食べ方できるんちゃうかなと思いますんで、はい、すごい、うわうわうわ、とろ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 やね、これ、うん、柚子をあのこう切って、はい、で種は取り出して、はい、スライスするんですよ、全体を、中も入れて、はい、皮も入れて全体をこうスライスして、うん、でできるだけ細かくこういう風にして切って、はい、これもほら果肉のとこよ、うん、でこれ皮ね、はい、でそれを砂糖結構たくさん、うん、重量の 80% ぐらい砂糖を入れるんですけども、うんうん、で置いときます。あ、そうです。ほんならあの砂糖と柚子がうまく溶け合って、はい、もう加熱も全く何もせず、加熱は全くしないです。あ、もう言うたら本当に砂糖の中に柚子入れるみたいなもんで、そうだから柚子がすごく長持ちするんですよ。柚子ってわりかしね、あの足早いんですよ。でそれで何もうつけて、もうずっと、はい、あの冷暗所に置いといたわけ。そう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 。でこんな美味しい砂糖漬けができる、はい、でこれを今柿で巻いたっていう、そうそう、これ冷蔵庫に入れといてください、はい、そうです、はい、柚子の砂糖漬けで巻き柿、はい、作り方でございました。ぜひ皆さんあの楽しい干し柿ライフを送ってください。調理はよっちゃんとカナダのてっぺでした。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします、はい、それじゃあさよなら、さよなら。